今日は福岡市の天神にやってきました。天神のイムズの今日はラストデーです。32年間さまざまな情報発信基地として活躍してきたイムズも今日が見納めです。2021年8月31日です。斬新ですよね。まずこの金色に輝く壁、そして中に入ってまず驚いたのがもう長大な吹き抜けです。そしてその吹き抜けからあのカプセルのような宇宙船のようなエスカレーターが3機行ったり来たりするのを見て、うわーすごかーと思った方も多かったんじゃないでしょうか。そして自らが地下から上の方に上がろうとするときに驚いたのが、普段はまっすぐが当たり前と思っていたエスカレーター、これが曲線だったというのに驚いた方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。いろんな意味で普通が普通じゃない、常識を変えたさまざまな仕掛けや工夫がこの天神イムズには詰まっていました。本当に32年間ありがとうございました。このイムズが出来上がった時、平成の元年1989年、福岡ダイエーホークスがやってきました。まさにホークスの歴史は平成の歴史でもあったわけですよね。そして平成元年は消費税も導入されました。さらには皆さん、あのシーサイドももちと今は言われているところですが、埋め立て地を利用してアジア太平洋博覧会が行われたことも皆さん結構記憶に新しいところじゃないでしょうか。そんなところで天神イムズが果たしてきた役割というのは、単なるものを売るという形ではなくて、さまざまな情報発信を行っていく上で天神に欠かすことのできない存在でした。さあ間もなくこの建物が取り壊されて、次の新しい次世代の建物が、まあ、再開発の一環として建てられることになっています。皆さんどうぞお楽しみに。そしてせっかくですから皆さんたちもちょっとだけノスタルジーな気分に浸ってみてはいかがでしょうか。